初代ランズダウン公爵、第二代シェルバーン伯爵ウィリアム・ペティは、イギリスの政治家、貴族、軍人、アイルランド貴族フィッツ・モーリス家の分流の生まれ。生誕時の姓は、フィッツ・モーリスだったが、1751年に、父と共に、ペティに改正。1760年に、庶民院議員として、政界入りし、翌1761年の爵位継承で、 貴族院議員に転じる。保育党大ピット派の政治家として頭角を表し、1778年に大ピットが死去するとその派閥を継承。アメリカ独立に反対し、1782年に国王ジョージ三世からの要請で、ロッキンガム公に対する牽制として彼の内閣に入閣。ロッキンガムの死後には代わって首相に任じられたが、 アメリカ独立を認める仮に講は締結を余儀なくされ、その批准をめぐって、庶民委員の採決に敗れ、1783年2月に、辞職した。退任後は、政界から退き、彼の派閥は、ショーピットに引き継がれ、近代トーリー党を形成する。父が、シェルバーン博に上された1751年から、 自身が爵位を継承する1761年までフィッツモーリス死者の儀礼称号を使用。1761年にシェルバーン伯爵位を継承し、1784年にランズダウン公爵に助せられた。首相在任時の最上位の保有爵位はシェルバーン伯爵だった。1737年に13世紀以来の歴史を持つアイルランド貴族。 ケリー・リック・ナウ・ダンシャク・フィッツ・モーリス家の分流である、初代シェルバーン伯爵、ジョン・フィッツ・モーリスの長男として生まれる、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで学ぶ。1751年に、父と共に、父の母方の聖ペティに改正した。陸軍に入隊し、7年戦争に従軍した。軍人としては大将まで昇進する。1760年に、庶民院議員に当選して、 正解入り。その翌年には、シェルバーン伯爵位を継承して、貴族院議員となる、保育党大ピット派に属した。1766年に、大ピット内閣が成立すると、南部担当国務大臣として入閣するが、1768年に、大ピットに従ってケアした。1778年に、大ピットが死去するとその派閥を継承した。彼は、 アメリカ独立を認めることに強く反対し、アメリカ独立を承認するロッキンガムを率いる派閥と対立した。また、彼が議会外大衆の議会改革運動に理解を示したのに対し、ロッキンガムは議会外運動を嫌った。こうした思想の違いから、両派は野党共闘を取れなかった。アメリカ独立に反対する国王ジョージ3世の 後押しを受けて1782年3月に成立した第二次ロッキンガム公内閣に内務大臣として入閣し、親国王派閣僚として首相ロッキンガム公に敵対的な態度をとった。同内閣においてアメリカ独立を無条件に認めることに反対し、アメリカ独立を無条件に認めるべきと主張する閣僚チャールズ・ジェームズ・ホックスと対立を深めた。 1782年7月にロッキンガム校が死去すると国王により首相に任じられた。引き続きアメリカとの交渉を行い、両国間に何らかの中体を残そうとしたが、戦争に敗北した以上アメリカの要求を飲むしかなく、結局アメリカ完全独立を認めた。さらにミシシッピーガワイ島の領土活動と英米自由貿易強化などを盛り込んだ。 カリコ条約を締結した。しかしフォックスら野党の反発を招き、1783年2月にカリ条約批准は否決され、これにより辞職を余儀なくされた。しかし、公認のポートランド公内閣も、結局カリコ条約とほぼ同じ内容のパリ条約、締結を余儀なくされている。首相退任後の1784年にランズダウン公爵に上されたが、 退任後は事実上政界から引退。彼の派閥は、ショーピットに引き継がれ、近代ートウリ党となっていく。1805年に死去。政党政治に挑戦としていたことから、保守反動政治家と思われて、不人気だったが、外して啓蒙的な意見の持ち主だった。1737年5月2日、後に、初代シェルバーン伯爵に上される、ジョン・フィッツ・モーリスとその妻。 メアリーの長男として、アイルランド王国首都ダブリンに生まれる。父も母も13世紀以来、ケリー男爵の爵位を継承し続ける、アイルランド貴族フィッツモーリス家の出身である。父ジョンは、初代ケリー博、トマス・フィッツモーリスの次男である。母メアリーは、初代ケリー博の弟、ウィリアムの娘だった。経済学者のウィリアム・ペティの彦にあたる。次男であるため、 ケリー伯爵位やケリー団爵位を継承することが予定されてなかった父は1751年に母方の聖ペティに改正し、1753年にはペティ家に由来する爵位であるアイルランド貴族シェルバーン伯爵に助せられた。ウィリアムも父の改正の際にペティに改正した。オックスフォード大学クライストチャーチで学んだ。 1757年にイギリス陸軍に入隊。1759年には7年戦争の民連の戦いに従軍した。1760年に大佐に昇進。1760年から1763年にかけてはイギリス国王の副官を務める。1760年にクロスター官兵の戦いに従軍。1765年には少々。 1772年には、中将、1783年には、大将に、昇進した。政界においては、1760年に、ウィカム選挙区から庶民委員議員に当選。1761年5月に、シェルバーン博釈位をはじめとする、父の釈位を継承し、貴族院へ移籍した。ホイック等に所属し、大ピットに近しい立場を取っていたため、 1766年7月に大ピット内閣が成立すると南部担当国務大臣として入閣した。大ピットやシェルバーン博はアメリカ植民地の独立を防ぐため植民地に対して温和な見解を有したが大植民地強硬派の閣僚が増えてくると二人は孤立し1768年10月に二人揃って辞職することになった。シェルバーン博派の議員たち 左から、初代アシュバートン男爵ジョン・ダニング、イザック・バレー、シェルバーン白1778年5月に、ダイピットが死ぬとその派閥を継承した。ダイピットと同じく、アメリカ独立に反対した。これに対して、第二代ロッキンガム公爵チャールズ・ワトソン・ウェントワース、率いる野党派閥はアメリカ独立に前向きであり、両派閥は同じ野党でありながら、対立を深めた。 また議会外民衆による議会改革運動についても、ロッキンガム校が冷淡な態度をとったのに対して、シェルバーン派は有効な議会刺激策と評して、好意的な態度をとった。この件をめぐっても両派閥は鋭く対立し、ロッキンガム派はシェルバーン派を空想的、幻想的理念に浸って、現実的な改革を水泡に返せしめていると批判し、他方シェルバーン派は、 ロッキンガム派を宮廷政府に抵抗できる民衆世論の自由な展開を頑固に阻止していると批判していた。1780年4月にはシェルバーン派に属するギンジョン・ダニングが君主権力の制限を求めるダニング動議を提出し可決されたが、その請願が受け入れられない限り解散総選挙は認めないとする動議は政府の中立派銀取り込みの多数派工作や 両野党の分裂状態のために可決されなかった。この野党の分裂状態は、ノース教内閣の政権維持に資していた。しかし1782年2月には、アメリカ独立戦争の敗北が必死となった。選挙により、ノース教内閣は、議会の信任を失い、アメリカにおける戦争終結の同義が可決されたことで、辞職を余儀なくされた。アメリカ独立に、 前向きな第二代ロッキンが無効尺、チャールズ・ワトソン・ウェントワースを公認の首相とすべき政治状況となったが、アメリカ独立承認をカくなに拒んできた国王、ジョージ三世は、新内閣がアメリカ独立承認に前のめりになることを恐れ、アメリカ独立に反対するシェルバーンクの入閣をロッキンが無効に認めさせた。その結果、シェルバーンクは内務大臣として、 同内閣に入閣することになった。これまで野党として国王を批判してきたシェルバーン博だったが、これ機に完全にキングスフレンドの政治家となる。国王の庇護を受けるシェルバーン博には大きな権限が与えられていた。内閣のすべての政策立案に参加できる上、首相たるロッキンガム公と対等な割合でパトロネージを行使することが認められていた。 しかしこれにより内閣成立後、すぐに首相ロッキンガム公との対立が深まった。ロッキンガム公はいかなる政策も首相たる自分を通して行われるべきと主張したが、シェルバーンクはいかなる政務もまず最初に、陛下の命令に服する各省庁において決定され、ついで陛下の指示に服する内閣の検討に委ねられるべきと公弁し、各大臣の個別的責任性を主張した。 国王は、もちろん、シェルバーン博の意見に組みしていた。閣僚の顔ぶれもシェルバーン派の議員の初代カムデン、白爵チャールズ・プラットと、初代アシュバートン・男爵ジョン・ダニングが入閣していたほか、キングス・フレンドの閣僚が多く、そのため、首相ロッキンが向こうより、シェルバーン博を支持するものが多かった。このような立場から彼は閣僚でありながら、極めて独立的であり、 政府提出法案に反対することもあった。旧植民地アメリカとの交渉は国王の後押しでシェルバーン博が担当することになったが、シェルバーン博はアメリカ独立戦争敗北が必死になった今でもアメリカの完全独立には消極的であり、アメリカ独立を無条件に支持する外務大臣、チャールズ・ジェームズ・フォックスと対立を深めた。 1782年7月1日に首相ロッキンガム公爵が死去すると国王の独断でシェルバーン卿に組閣の対名が下った。シェルバーン博は組閣にあたって大ピットの息子である23歳のショーピットを財務大臣に迎えた。一方フォックス派は議会の多数派を得ている党派から首相を出すべきと考えていたので国王が独断で、 シェルバーン博に対面を与えたことに反発してゲアした。引き続き、アメリカとの交渉にあたり、何らかの形で、両国間に中退を残そうと尽力したが、アメリカは、完全独立を要求し続けた。イギリス軍の戦況が劣勢な以上シェルバーン博が、折れるしかなく、最終的には、アメリカ完全独立を認めることとなった。独立承認が不可避となると、 シェルバーン博は自由貿易主義者として英米の通商貿易強化を施行した。この通商関係の中心をロンドンに置くことでアメリカを実質的にイギリス国王の支配下に置こうという目論みもあった。アメリカの領土要求ものみミシシッピー側合等の領土をアメリカに活用することを認めた。アメリカの領土要求を満たすことが両国のパートナーシップの確立につながり、 また、アメリカが領土拡大すれば、英米通商でのイギリス工業化の利益は増すという考えからだった。1782年11月に、それらを趣旨とする仮条約が英米間で締結された。しかしまだ自由貿易は、議会から広く支持される思想ではなかった。1783年2月中旬には、野党のホックス派とノース教派が連合を組み、 シェルバーン協が締結した仮条約についてアメリカ二条を欲しすぎているという批判を展開するようになった。そして1783年2月17日と21日の庶民院の採決において講和条約非難決議が207対190で可決され政府は敗れた。これを受けてシェルバーン博は2月24日に総辞職を余儀なくされた。 シェルバーンハク辞職後も国王はしばらくフォックスら政党政治論者を拒否し続けたが結局1ヶ月後の4月2日にはフォックスが主導する第三代ポートランド公爵ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンク内閣を成立させることを余儀なくされた彼らは1783年9月にシェルバーンハクが結んだ仮講和条約とほぼ同じ内容の講和条約パリ条約をアメリカとの間に 結んでいる。1784年12月にランズダウン公爵位を与えられたが、首相退任後は事実上政界から引退し、二度と官職に就くことはなかった。シェルバーン博の派閥は、ショーピットが継承し、彼らが近代トーリー党ーとなっていく。1805年5月7日に、ロンドンバーアクレー広場で死去した。爵位は、長男ジョン・ヘンリー・ペティが継承した。 ジョシュア・レノルズがのシェルバーン教彼のボスだったダイピットと同じく政党政治から挑戦としていたため保守反動と思われて政治家としては不人気だった。しかし思想家ジェレミ・ベンサムや科学者、ジョゼフ・プリーストリーらの被護者であったため、外して啓発的な意見の持ち主だった。例えばカトリックの解放、議会改革や経済改革を提唱している。 彼の継承者であるショーピットの財政政策には彼の影響が見られる。またアダム・スミスやジョサイ・アタッカーの門弟を自負する自由貿易主義者でもあった。文学や絵画、彫刻などに理解があり、晩年には芸術の保護に力を入れた。1761年5月14日の父ジョン・ペティの死により以下の爵位を継承。 1784年12月6日に以下の借位に新規にノブされた。1765年にソフィア・カートレットと結婚し、彼女との間に以下の一子を設けた1771年にセンサイソフィアと死別し、1779年にルイーザ・フィッツパトリックと再婚した。彼女との間に以下の二子がある。ありがとうございます。